アイテム番号 SCP-333JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-333JP を中心として囲うようにドーム型の床材のない収容施設に収容します。収容施設周辺の半径200メートル以内の範囲において他の財団設備を含むあらゆる施設の建設は禁止されています。収容室内部は森林を模した環境になっているため土壌及び植物の管理を行ってください。また収容室内部に紙とペンを配置し SCP-333JP とコミュニケーションを取れるようにし、いくつかの質問に対してはマニュアル 333JP を参照してください。説明。 SCP-333JP は頭部が地面に埋まっているように見える人型実体です。外見上SCP-333JP の身体部は通常の人類と相違ありませんが、体内に臓器を有していません。また、未知の手段による視覚及び聴覚を有しており、筆談で意思疎通を取ることができます。SCP-333JP には重力が逆向きに働いているように見え、動作に身体が逆さであることによる影響は現れません。SCP-333JP は地面の存在する場所にのみ移動することが可能であり、主に森林や草原などの環境を好みます。SCP-333JP 自身及び半径30メートル圏内に存在する地中を含む地面に対して影響を及ぼす脅威が迫った時、周囲に超常的な自然現象を発生させます。この時 SCP-333JP の意思とは無関係に発生することから、反射的な防衛反応であると推測されます。また、特異性の発現後、休眠状態に入ることが分かっています。番号 A。発生原因、土砂崩れの発生。事象、原因地点の周囲に存在する樹木が異常なまでに急成長し、土砂をせき止めました。番号 B。発生原因、ウサギの巣穴掘り。事象、原因地点から800メートルほど離れた海岸線に局所的な弱い津波を発生させました。番号 C。発生原因、森林伐採。事象、原因地点にて風速60メートル毎秒のハリケーンが約30分吹き、消滅後周囲の植物を活性化させ森林を再生しました。番号 B。発生原因、B クラスを用いた移送の際の事故。事象、周囲100メートルの範囲内に直径約30センチメートルほどの氷が降り注ぎました。番号 E。発生原因、B クラスを用いた効果範囲実験。事象、データ削除済み。現象記録 E 以降、実験は禁止されています。ポイ1、SCP-333JP は、県、山のふもとにあった村が、突如巨大に成長した樹木によって土砂崩れから免れたという現象を調査しに来たエージェントたちによってその存在が初めて確認されました。付近の森にて休眠中の SCP-333JP を発見後、研究員によって行われたインタビューによって別個体の存在が明らかになりました。インタビューログ 333JP1。 対象 SCP-333JP。 インタビュアー畑中研究員。付近 SCP-333JP の発見後、周囲に簡易サイトが建設され、SCP-333JP に現状の説明がなされた後に行われたインタビューです。SCP-333JP は筆談にて返答します。記録開始。畑中研究員、はじめまして。では、これから質問を行いますがその前に、あなたに名前はありますか？ SCP-333JP。名前はない。呼ばれるようなこともなかったからな。畑中研究員。そうですか。では質問を始めます。
SCP-333JP、OK サインを出す。わかることなら答えよう。畑中研究員、では、あなたはこれまでどこにいましたか？ SCP-333JP、ずっと森の中にいた。森は好きだ。それに人に見つかったら面倒だ。畑中研究員、それは生まれた時からですか？ SCP-333JP、地面を描く。生まれた時とかはわからん。気づいたら俺はいたし、森の中だった。畑中研究員、そうですか。では、あなたは頭部がないのにどうやって私の声を聞き、私を視認しているのですか？ SCP-333JP、コザを描く。何を言っている？頭ならしっかり俺の首についてるだろ。畑中研究員、ないように見えますが。SCP-333JP、お前の足の下に俺の頭があるだろう。畑中研究員、それは地下に頭部が存在しているということですか？ SCP-333JP、腕を交差し罰を作る。全く違う。俺の頭は今もお前に見えているはずだ。俺の頭はとても大きい。とても遠くまで広がっている。畑中研究員、では、地球そのものがあなたの頭ということですか？ SCP-333JP、地面を指で撫でる。地球、が何かはわからんがお前の足の下にあるものが俺の頭だ。畑中研究員、そうですか。では今回のインタビューはここで。SCP-333JP、少し聞きたい。畑中研究員、何でしょうか？ SCP-333JP、多分お前たちは俺のような変わった奴らを保護しているのだろう？それに大きな力もあるんだろ？畑中研究員、まあそうですね。SCP-333JP、ならば少し協力してもらえないだろうか？畑中研究員、何にでしょうか？ SCP-333JP、俺の頭を他に使っている奴らがいる。そいつらに会って一度この頭が誰のものなのか話し合いたい。畑中研究員、あなたの他にあなたのような存在がいるということですか？SCP-333JP、親指を立てる。そうだ。だいたいどこにいるかはわかるが海の向こうだ。俺は海を渡れない。だから力を貸してほしい。畑中研究員、わかりました。ですが、そのためにはあなたの特性について我々はより詳しく理解しなくてはなりません。そのためにも我々の所有する施設へ来ていただけませんか？SCP-333JP、構わない。あいつらと早く話をつけたい。記録終了。ポイに、インタビューログ 333JP。1以降の調査で SCP-333JP は現在、5体の存在が確認及び収容されています。1、日本の、県。山中の森にて発見されました。モンゴロイドの中肉中背の男性です。一般的なリクルートスーツを着用しています。2、イギリスの、に位置する草原地帯にて発見されました。コーカソイドの肥満体型の男性です。キルトを着用しています。3、アメリカのエバーグレーズ国立公園にて発見されました。ネグロイドの肥満気味の女性です。1800年代頃の農夫の格好をしています。4、インドのヒマラヤ山脈の、州に位置する山地森林帯にて発見されました。モンゴロイドの痩せ気味の女性です。バジュクロンを着用しています。5、オーストラリアの、国立公園にて発見されました。オーストラロイドの筋肉質な男性です。伝統的なアボリジニの格好をしています。SCP-333JP は他の SCP-333JP 実体の存在及びそのほぼ正確な位置を把握しており、
それぞれ地球は自分の東部であると主張しています。また、東部の所有権について話し合いを行うためという理由で他の個体との接触を希望していますが、SCP-333JP の地面から離れられないという特性により海を渡ることができません。そのため、現在 SCP-333JP が他の SCP-333JP 個体と接触することはほぼ不可能であると思われます。現在、SCP-333JP は我々と協力関係を結ぶという形で収容されている。しかし、我々は SCP-333JP どもを同じ円卓に座らせるべきではないだろう。SCP-333JP どもが議論を行い平和的、かつ合理的な結論が見つかる可能性もあるだろう。だが、地球をパイ生地のように切り分けるようなことにならないとも限らないのだ。幸いながら SCP-333JP の性格は皆、素直で温厚だ。我々が彼らに、海を渡る手段が見つかっていないと言えば彼らは信じるだろう。現時点で収容できている以上、今の状態を保つべきである。我々には、一部の隙も許されないのだから、博士。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録、またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。